皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルネ王国の日々アプリの方を進めていきます。はい、今19日の朝ですね。今日は、誰も亡くならないソリーダ評議会がありますので参加したいと思います。さあ朝ごはんまずね、何でもいいから食べましょう。お話最近全然進めてなかったんで、まあ、ちょっとずつ進めていこうかなっていう感じですね。さあご飯を食べて、ちょっとねやりたいことがあって、ガシャ引こうかな。ガシャっていうかクーポンですよね。どうしたの、どこ行くの。どこも行かない。明日の不安虫の話ですよね。今ちょっとすごい飛ばし気味でやってしまったんですけども、クーポン最近ちょっと全然やってなかったんですね、クーポンの方が。で新しいね、新作の衣装が来ているとのことで、めっちゃ可愛いんですけど、大人も欲しいし、でも子供も欲しいし、どうしようかなっていう感じですよね。どっちがいい？特別優待クーポン3枚とこっちとか行きません？この帽子とかがめっちゃ可愛いんですよね。だからちょっとこの下の方引きたい。装飾品の方引きたいんで、まずこっちから行きたいと思います。行きます。何かな？あ、かぶった！今、娘のアルピナにつけてるやつですね。でも、まあ、お揃いでいけるんで、ありがとうございます。腰リボン緑。次。これ新しいやつ。いや、違うな。シルクハットって前からあったよね。シルクハット茶色はなかったかもしれない。はい。2個目は、小さなシルクハット茶。OK です。ヒアピンで留めてるらしいですね。ふわもこスターハート。ふわもこスター1個持ってるんですけど、これは。ハートはないですね。ありがとうございます。次行きます。花冠か。花冠をホワイト。ホワイトはないんじゃない？でもこれなんか結婚式とかに行けそう。なんかあ、でも結婚式。髪型でも変わっちゃうかな。いやでもこれいいですね。ホワイト。ありがとうございます。次。これ何？ポーチ？どこ？ポーチ？どれ？あ、これさ、逆に後ろ向いてるからわからなくないですか？でもレアだ。嘘。ウエストポーチ白、腰につける革のポーチ、小物を持ち歩くのに便利なサイズ感だって、これ初めてだ。ありがとうございます。いやでもレアだ。え、でもこれあんまつけないから交換しちゃってもいいかな。はい、次。あちょっとふわもこスターめっちゃくるな。でもこれも持ってない色ですね。背中に装備する星のぬいぐるみ。これぬいぐるみなんですね。いや嬉しいです。親子3人で星をつけてみたいなと思いました。はい、次。あ、これ新作じゃないですか。赤の女王の冠。チェスの女王の駒をかたどった冠。これ持ってないです。新作です。ありがとうございます。合ってますよね、新作で。次。これも持ってない。花帽子ミント。これいろんな服に合いますよね。いや、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。次。これはね、持って、え、今日は何かな、あれ。ふわもこスターは新作じゃないはずなんだけどな。はい、背中に装備する星のぬいぐるみ。え、今日で4個目かな ?3 個目かな、どっちかな ?3 個目かな。ありがとうございます。あ、まだあった。ちょっとかぶったな。シルクハットのミニチュア版ヘアピンで留めるが当たりました。新作は1個かな。あと、なぜか星が大量。ありがとうございます。どれつけようかな悩むな、これ。ではですね、衣装の方もゲットしたいと思いますので、こちら引きたいと思います。さあ何が来るかな。お、これ新作ですよね。子供の茶会でいいのかな、茶会かな、茶会かな。ドルムの服、春向けの子供。これめっちゃ可愛いじゃん。男の子もかっこいいですね、これ。いいな。もう一枚引いていいですか、大人狙いで。お願いします、新作お願いします。もう一枚来て、お願い。服、大人。あ、子供子供のイエロー。もう一回引いてもいいかしら、もう一回引いてもいいかしら。新作なんでお願いします、もう一回お願い。大人来い。来た来た、嬉しい。うさ耳ハット来た。あの10連では来なかったのにここに来ました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ということで、もらっていきたいと思います。
で、今、ちょっと私、プレミアムから外れてるんですよね。で、チケット、あれですよね、バトルアリーナのチケットが220枚ぐらいあって、まだ全然使ってないんで、今日の夜、うん、明日の昼までに全部消化したいと思います。消化すれば、まあ、なんだろうな、どこまで行くかな。怖くてランキングも見れない、今。どうしようか。なんかちょっとね、今回はこれめちゃくちゃ欲しいんですけど、桜色の王冠めちゃくちゃ欲しいんですけど、ちょっと今日はというか今回はね、ちょっと、諦めます。諦めます。ただ、ポイント達成報酬の、ここのね、福引券は絶対にもらいたいし、から、100万ポイントは絶対に行けます。なんとしてでも。で、ランキング、お衣装をいただけるのが100位ですよね。100位がちょっと今回もしかしたら漏れるかもしれない、100位には。まあ、200位以内はもう確実に入りたいと思っております。いやー、100位。結構厳しいんですよね、ここね。ちょっと課金しなきゃいけないかもしれないですね。でも衣装当たんなかったんだよな。衣装当たんなかったから、あえて脱ぐか。たまには自分の服というか、あ、今農館か。農館の服か。そうか、王太女の服じゃないのか、逆に。あー、そうか、忘れてた。似合わないなー。これですよね、腰、ウエストポーチ白。だから、子供のね、なんかポケットない子がつけるやつみたいじゃないですか。ティッシュとかハンカチ入れるポシェットみたいになってますよね、これね。つけましょう。で、今回背中がね、もうたくさん見えるかな？ふわもこスター。ふわ、そうですね、ふわもこ M が2個あるので、これは前から持ってたやつなので、今回ふわもこハート。いいですね。これつけましょう、あえて。ちょっと久々に普通の服着てみましたよ。服脱ぎました。服脱いだままですね。それでは評議会に参加したいと思います。いいですね、この頭。はい、それでは評議会に参加しました。はい、いますね。おじいちゃんとパパのセットですね。はい。また家族会議をやっておりますが、カルロスさん。今日はカルロスさんのお話、武術予算ですね。どっちでもいいですね。あ、おじいちゃん。長生きですね、おじいちゃん。もうおじいちゃんもお父さんももう老人になってしまってるんでね。賛否伺います。そうですね。どちらかというと賞金に積み立てたいところなんですけども、まあ、なんでもいいです。賛成にしときます。はい。確認中、OK です。はい。意見が分かれたの？あ、じゃあパパが決めるんですね。OK。どっちだろう。パパが決めました、今。どっちって言った今。予算用途について書いてあると OK です。今ちゃんと見てなかった今。今ちゃんと見ないで、ね、押してしまったな。ちょっとちゃんと、ここ見よう。はい。内容ですね。どこですか？あ、え ?2020 年。今2020年。2020年はリアルだ。今220年だった。220年の19日に決まったことが、エルニア杯の賞金として設立したんだね。なるほど。じゃあ、プラマーさんが、カルロスさんがおっしゃったことが否決されてしまったと。悲しい。どんまい、カルロスさん。18歳か。ちっちゃかったのにな。大きくなったね。いや、これあげない。私ね、この昇降席足りないんですよ。絶対にね、あげない。これ、トーナメント関係あるかな？ちょっと見に行こうか、これ。王立闘技場とか。全然見てないんですよね。どうなってる、レントン。もう年だからさ。あ、レントン勝ってるわ、でも。え、今日何日？今日19日だから、全然知らないな。マリーナさんとジェイクさんか。選抜はどうなってるだろう。ストーリーをあんまり進めてなさすぎて、誰が何に出てるかとか全然チェックしてなかったんですよね。ここもアリーナ、アリーナって、アリーナちゃん、そうか、狙ってたのか。私も来年ここ行こうと思ってるんですよね。あと知らないかな。今日はエステルさんと、あ、ダンクワースケだ。ダンクワースケの人、まだ生きてるとか、名前残ってるんです。あ、アモロス星も残ってますね。でも親戚じゃなかった？もう親戚じゃないのか。仲良しだったっけ、ミラベルちゃん。ごめんなさい。まあ、知らない人だから見に行かなくていいか。じゃあ、ちょっと20日まで
お祈りまで時間を飛ばしたいと思います。20日になりました。ジェネさんが帰得。ジェネさんは知らないから大丈夫かな。ちょっと不安が残りますけども。あ、アルビナお面つけてますね。ミッション報告ダメですよね、知ってます。起こしましょう。もう朝だよ。ママ一緒に寝ないで。オッケーで、アルピナちゃんに、ちょっとどうしようかな。外さないじゃなくて、不安も越したイムを。え、嫌なの？なんでなんでなんで？不安も越したイムを。あ、つけてくれた。え、待って待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。後ろ、あー、ちょっとこれは、大事件だな。星とリボンの合体。なかなかやばいですね。まあまあいいでしょ、まあいいでしょ。オッケー。浴衣もイムの浴衣着てますからね、完璧です。ちょっと星の日のお祈りのところなんですけど、ちょっと音が、てか私の声が取れてなくて、ただちょっとあのおんちゃんがね、ちょっとおじいちゃんになったなっていうのを喋ってたのと、まあ、おんちゃんが髪の毛染めてるから白髪にならないねって言ってたのと、あと何喋ってたかな。とりあえずまあここもね、親子3代が映ってて幸せだなっていう話をしてたと思います。はい、はい、ではエナノココンテストに参加したいと思います。参加というか見学ですよね。はい、今回は誰かな。男性、ホセさん、ホセ・イバン・オンボルクさん。おー、珍しい名前ですよね。あら、こちらもウォンボルクさん。え、ご兄弟なのかな、いとこなのかな。あ、じゃあプラマーケですね。プラマーケも結構長く続いてる。ちょっと待って、違うじゃん。ウォンボルクさんは違うじゃん。ウォンボルクは、ウォンボルクさん。また、ミコさんの名前を言ってしまった。ごめん、名前全然みんなの名前確認してなかった。ごめん。ナターシャさんごめん。ウォンボルクってすごく言いたくなっちゃった。ごめんなさい。じゃ、ウォンボルクで合ってんじゃん。ナタ、違う。ナターシャ・ウォンボルクで一番初めの人が、ホセ・イバン・ウォンボルクだから、ごっちゃになっちゃったんだ。びっくりした今。誰が良かった、もうわかんない。ホセさんでしょ、じゃあ。もう大混乱今。はい、あ、メリビナちゃんだ。メリビナちゃんにいるよ。リボフさんかわいい。コス、あ、セクシーですね。ミラベルちゃん、あ、これご親戚ですよね、アモロス星。あ、どうしようかな。でも友達に、あ、ミラベルちゃんも仲良し。あー、どうしようかな。多分家系図的にサルバドールくん、あ、サルバドールくんだ。グレイグさんの、グレイグさんがあの、そうです、ニーノくんの兄弟ですよね。ニーノくんの弟だ。あー、懐かしいな。初代のお婿さん、旦那さんのニーノくんの弟の家系がメラベルちゃんなのか。でもメルビナちゃんです、ごめんなさい。はい、家系図たどるのすごい楽しいですよね。さあ、誰かな？ホセさん？あ、違う。エンディカ・アンデュヤルさん。こんな人いたかな？アンデュヤルさんなんかいた？初代の名字ですか？わからない。でも、帰化させた記憶がない。帰化させた？いやー、記憶ないなー。勝手に帰化しないよね、でも。コセットさん。美人だもん。おめでとうございます。すごい素敵。いいなぁ。お金欲しい。でも私、今はお金持ってるか。大丈夫だよね。オッケー。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとね、一気に進めて、ちょっとね、タピオカが大きくなるところを見たいなってね、思ってます。ちょっとあの、子供がね、ワンサカ来ますね。昔はこんなに来なかったのにな、あげるものなくならない？ちょっと待って、子供がやばい。あ、違う、子供じゃない、この人。ごめんなさい。なんでもない。星の日の話題でも振っときましょうね。もう、なんでもいいですよね。あ、やばい、やばい。アリスちゃんだ。普通に喋ってくる子もいるな。ちょっと終わってもいいかい？
終わってもいいか。ドナちゃんだ。あ、ドナちゃん赤ちゃんできた。おめでとうドナちゃん、よかった。ちょっとすごいな、すごいことだなっていうな。ハーブツミ、じゃあ一個ここから離れよう。はい、では皆様ご視聴ありがとうございました。また続きゆっくりゆっくりですがやっていきたいと思います。また見てください。さよなら、バイバイ、またねー。